こんにちは、平野由紀子です。この動画は入門から初級に進むピアノを練習している皆さんが新しい曲を選ぶ参考にしたり、またつまずいているところをちょっと乗り越える手助けができればいいなと思って作成しています。こんな素敵な曲がありますよとか、こんな曲動画にしてくださいなどのリクエストはお気軽にコメント欄にお書きください。今日練習するのはインディアンの太鼓。どんな曲か聞いてみてね。とてもかっこいい曲だね。まず最初に左手のリズムを見てみよう。左手はソレの音から始まるから、小指5番がソ、1番がレのところにセットして、うんたんたんたん、うんたんたんたん、そしてソレが4つ伸びて、うんたんたんたん。2段目の2小節目はソはそのままで、親指がミのフラット、元のミから半音下がったこの黒鍵になるから、小指と親指がなるべくまっすぐなるように少し小指を奥にして、外ミにセットして、うんタンタンタン。最初にソレを弾いた時の位置のまま、手首をひねってソミを取らずに、小指がちょっと奥に行ってソミをつかめるように練習しようね。そして3小節目2段目はうんタンタンタンがもう一度戻ってきて、3段目はソミが4つ、そしてメロディー音階でレドシラと降りてくるね。そしてもう一度それに戻ってくるんだけれど、今度はリズムが変わってタン、ウン、タン、タンになるよ。タン、ウン、タン、タン、タン、ウン、タン、タン、タン、ウン、タン、タン、タン、ウン、タン、タン。そして一番最後、5段目は、ソとミのフラット。タン、ウン、タン、タン。すぐにそれに戻って、タン、ウン、タン、タン。そして次は、レ、親指をそのまま固定して、レ、次は、2番と1番でドレ、シのフラットドレを3と1、4と1、5と1。レを弾かないと、レとシのフラット、ラ、ソと音階になっているんだよ。レを弾くと、となって、右手がここで最後、弾いているけれど、これを飛び越えてここのソに左手が行くからね。このソレを弾いている間に、目でこの1個上のソを探しておいてとなるよ。一番最後はペダルを踏むように書いてあるけれど、もしペダルに足が届かなかったり、ペダルがない時には、右手を離さず伸ばしておいて、弾くとかっこよく終われるよ。ペダルを踏む時には、右手は2つ伸ばして、離しても大丈夫だけど、ペダルがない時には、右手を全音符にしてみるといいよ。次に右手を見てみると、右手には装飾音符全段音がついているから、このシのフラット重いと軽いのシーソの前にラが飾りでくっついて、ラの音が
Cのフラットにもたれかかるように、もたれかかるように練習してみよう。前段音の時には1,2,3,4 と数える拍の1の時に C のフラットが鳴るようにして、1のちょっと前にラが鳴るから1,2,3,4,1,1 と数えた時は C が鳴るようにするといいよ。もっとわかりやすいように、右手が1オクターブ上に行って同じことをする時に、左手がタン、ウン、タン、ダンになって一拍目に音があるところでやってみよう。前段音だからラを前に出して、それとシのフラットが一緒になるのが正解なんだけれど、慌ててラとそれが一緒になるととなってしまうね。重さがかかるのはシのフラットだし、このソシレの音をきれいに響かせたいからラを先に弾いておいて、左手のソレと一緒になるのはシのフラットと覚えておくといいよ。5段目のシドも同じだね。ソミーとシのナチュラルドのところで、この最初の装飾音符が左と一緒になるのではなくて、シは前に飛び出して一緒になるのはソミドの音らしいわ。ラが前に飛び出して、最初はゆっくりから練習してみてね。そして9小節目からの4小節は全く同じことをオクターブ高さを違う風にして弾いているんだよ。最初平音記号で書かれていて、この位置真ん中のドより少し下がったこのラから始まってだったのが、9小節目では1オクターブ上、真ん中のドより上のラに行って演奏するから、ここのオクターブを自由にすぐ移動できるようにまず練習しておこう。そして途中に出てくる8分音符、難しいところだけ練習すると、シーラーソーラーシーラーソーラーシーとなっていて、指の番号で見ると3212、3213となっているね。指の番号を言いながら練習すると、自分がどの指を動かさなきゃいけないかなというのがはっきりわかるから、音が転びにくくなるんだよ。次は番号を言いながら弾いてみよう。3212、3213。それができるようになったら、今度は音にしてシーラーソーラーシーラーソーラーシー、しっかり弾けるように何度も練習してみてね。一番最後の2小節はユニゾン、同じ音を右手と左手で弾くから、音がずれないようによく耳で聞いてクレッシェンドしながら、レドシラソの音階が下に下がるたびにだんだん大きくなっていくんだよ。そして左手はジャンプして上のソ。最後に全部を合わせて弾いてみよう。太鼓がドンドンといい音で鳴るように、左手が上手に弾けるといいね。それじゃあまたね。最後までご視聴くださりありがとうございました。今後も不定期ではありますが、新しい動画をアップしていこうと思いますので、もしよろしかったらチャンネル登録をお願いします。また気に入った曲がありましたら、グッドマークもよろしくお願いします。